今日はトップガンの G1 レザージャケットですね。これのレプリカの紹介をさせていただきます。いよいよ来年ですね、待望の続編トップガンマーヴェリックが公開予定となっておりますけれども、1作目はですね1986年、33年前の映画ですね。まあ、当時私高校1年生だったんですけれども、一大トップガンブームが起きました。でまあ、何がそんなにすごかったのというのをちょっと若い世代の方に紹介したいんですけれども、なんといってもですね、もう戦闘機のシーンですね、CG のない時代に曲芸的な飛行、まあ、米海軍航空隊の協力を得て撮影された映像というのがもう本当に単純にかっこいいなと思ったものです。で、メンズのファッションの分野にですね、まあ、多大な影響を及ぼしました。今となってはまあそんなに珍しくないんですけども、リーバイスの501ですね、これをまあド定番にしたのは他でもないトップガンではないかと。でそれに洗いざらしのヘインズの T シャツですね。まあマーヴェリックはポケット付きのタイプを着てましたけどね、まあインもしてますけども、このスタイルが本当に当時流行りました。ドッグタグも流行りましたね。よくミリタリーショップで売ってもらったものです。これも流行りました。で肝心のこの G1 レザージャケットなんですけども、これはもう、まあ、精巧なレプリカはなかったんですけども、とにかく高すぎてですね手が出ない、ましてや高校生の自分になんかもう高値の花すぎてといった存在でした。でこの G1 について詳しく紹介させていただきます。でマーヴェリックが着ていたこの G1 の特徴はですね、やはりなんといってもこの前後左右にびっしりと縫製された、17個にも及ぶパッチですね。これがやはり最大の特徴です。で、G1 はですね、ゴートスキン、ヤギ革になります。牛革よりは軽くてですね、まあ、羊よりはしっかりとした、そういった感じの革ですね。ゴートスキン。まれに牛革のレプリカとかありますけども、正しくはゴートスキンになります。で、ボアは天然のボア。イタリア製の天然のボアを使用しております。色はですね、かなり黒っぽくは見えるんですけども、黒に近いダークブラウンの、ヤギ革になります。ベースとなる G1 ですね、 G1 というのはですね、海軍のフライトジャケットになります。なぜ空軍じゃないかと言いますと、空母に乗っている戦闘機ですね、精鋭がトップガンと呼ばれてますが、なので海軍航空隊ですね、海軍航空隊なので、海軍になります。で話を戻しますと、この G1 レザージャケットを、精巧なトップガンの G1 レザージャケットを、マックス・ケイディがですね作ろうとしたのはもう10年以上前なんですけども、まずですね80年代から70年代とかのヴィンテージものをですね、おそらくもう20着ぐらい仕入れてですね、じっくりと研究しました。で最大の特徴はですね、やっぱりこの軍用のものっていうのは袖が細かったんですね。当時、まあ、民間で売られたものっていうのはもう袖も太くてダボっとして、まあ、SML といったアバウトなサイズで販売されていたんですけども、軍用のパターンをですねしっかりと研究して再現しました。まあパッチも大事なんですけどもね、この全体的な作りですね、木を見て森を見ないっていうのではいけませんので、パッと見てこのマーヴェリックのようなスタイルができる、これをまず追求しました。とはいえ、パッチ類も非常に重要ですので、マックス・ケイディではもうブルーレイ何度も何度もコマ送りして、そしてまあ各種資料を取り寄せてですね、できる限り映像に忠実に、パッチを再現しております。具体的に一つずつ見ていきますと、まずこのウィリアム H スタンレーですね、このフォントがちょっと横長なとことか、矛の刺繍ですね、こういったところもきっちりと再現してます。シービーズですね、工具見てください、こういうところも細かいところも再現してます。サードマリーンですね、ドラゴン、牙、下、そういったところも再現してます。でこのテキサス・ダラスはこれあえてヘタ字といいますか、映像と同じような文字で、再現しています。ジャクソンビルの、海軍航空隊の、基地ですね。そして、有名なトムキャットのパッチですね。これもですね、
フライトスーツの方はここが黄色になるんですけども、この G ワニのはここがシルバーですね。これは新作でも同様に確認できましたね。でこの微妙なこのこういった星条旗のこの赤いラインですね、これも本物をこういったところまで再現しています。反対側に移ります。海兵隊の第3航空隊ですね、南北アメリカ大陸といったところまで再現しています。これは文字がないんですけど、オリスカミーという空母ですねのパッチになります。で、これは戦闘攻撃隊 VF-1 ですねのパッチです。イーグルのパッチになります。トロジャンのパッチです。で、USS レンジャーのトップ10のパッチはこんな感じです。続いて背中に移ります。まずこのファーイーストクルーズの大きなパッチですね。これも先ほどのあのテキサスダラスと同様にですね、あえて手書き風といいますか、映像と全く同じ文字を使って制作しております。で、続編のトップガンマーヴェリックはですね、このパッチだけが変更されます。こんな感じですね。まあ、もともとがこの台湾のと、まあ、日本もそうなんですけどのパッチがありますので、ここをまあ中国等に配慮したのではないかというふうに考えられます。で、コンクルードスフロット9のパッチですね。続いてビジランスのパッチです。こういった、雲のグラデーション、こういったところも再現してますね。で、星条旗で第7艦隊ですね、イーグルです。で、まあ、この小さいパッチはですね、まあ、非常に争いがあるパッチですね。映像でももう十分に確認できないんですけれども、この中央のロゴはこうシップサービスマンと言われる、もののインシグニアになります。で、映像で、まあ、できるだけ近い、実在の人物名を使っております。よく、まあ、マーベリックのお父さんの名前とかですね、デューク・ミッチェルというふうに書いていますけども、映像的にはそれではないということが確認できます。で、このセンパーフォーティスというのはですね、まあ、海軍のモットーですね、これを掲載しております。表に戻りまして、この左のポケットにつけられた USN ですね、米海軍のインシグニア、マックス・ケリーではですね、マーベリックが知ったものは第二次世界大戦当時の純銀製のものではないかと大きさ的に判断しまして、それを正確に復刻しております。ジャケット一つに一つつけております。現行品はですね、真鍮製で一回り小さくなるんですけども、少しちょっとマーベリックが知ったものよりは小さいと思いますので、独自に復刻して再現しております。で、内側はですね、こういった感じの裏地で、こちら側にだけポケットがあります。こんな感じですね。で、フロントのこのフラップですね、ここにはよくあの USN と、刻印されていることがあるんですけども、実際の軍物でもですね、あるものもあればないものもあります。マーベリックのものはありません。なので、このようになしのまま作っております。で、袖のリブですね、これは2段リブになってます。途中で編み目の大きさが変わる2段リブですね、これを採用しております。で、サイズ感なんですけども、マックスケリーでは日本サイズも併記させていただいておりますので、基本的に日本のサイズでお選びいただければと思います。このマーベリックの、マネキンがですね、172センチぐらいで作っておりますが、 M を着ております。これ現在 M を着てますね。日本人の標準ぐらいですかね。ただ、まあ、袖と比較的タイトに軍用と同じように作ってますので、例えば主に冬にですね、下にニットとか着て着るんだと言われる場合は、ワンサイズ上げていただいてもダボッとするようなことはないと思います。ちなみに隣にアイスマンがいますけども、このアイスマンの、マネキンで182センチぐらいですね、日本サイズで XL がジャストサイズになると思います。体重がですね、そうですね、75キロぐらいを超えるような感じですと、2XL の方が適合サイズとなります。価格は税別4万9800円になります。2XL 以上が5万2800円です。まあ、もうぶっちゃけ、薄利なんですけども、一人でも多くの皆様にですね、この、まあ、私が感じた
感動というのはですね、味わっていただきたいと思いまして、ずっと同じ9年間変わらない価格設定で販売させていただいております。その他のトップガン関連のアイテムとしましては、まずこのアイスマンが着ているフライトスーツですね。現在はですね、パッチを販売させていただいております。アイスマン、そしてマーベリック仕様のパッチ、 4K、8K 時代に対応できるほど、高精度に再現しております。これを販売させていただいております。そしてフライトスーツ自体もですね、現在鋭意レプリカを製作中です。ちょっとですね、本物の価格がちょっと高騰しておりますので、お求めやすい価格で、パッチをつけた状態で、販売させていただきたいと思いますので、出来上がり次第また紹介させていただきます。他にはドックタグですね、これはずっと販売させていただいております。で、このスターリングのバックルのウエスタンベルトなんですけど、しばらく売り切れておりますけども、またいずれ、再販させていただきたいと思います。で、帽子ですね、キャップも、正確に復刻しております。この内側のバンドの白い部分ですとか、こういったところも映像からしっかりと確認してですね、再現しております。で、教官のバイパーがの家にあったこの士官用のタイプですね、これも販売させていただいております。これはスクランブルエッグというんですけども、この士官タイプの帽子も同時に販売させていただいております。マックス・ケリーではフライトヘルメットのレプリカも販売させていただいております。マベリックだけでなく、アイスマンのヘルメットもあります。で、これはこう前から見るとこうきっちりと直線になっててですね、いうのをこう球面に貼っていくというところがちょっと難しいところなんですけども、またこのイーグルの顔ですね、これの目が精悍なところとか、この辺もきっちりと再現しています。これはちょっと他のレプリカと見比べていただければと思うんですけど、で、このラインとこのラインがですね、ちゃんと平行になってて、その2分の1あたりに来ると、こういう幾何学的な部分もしっかりと再現しております。残念ながらちょっとこういったところがですね、新作のトップガンマーヴェリックではですね、この HGU33 から55タイプになりますので、若干ちょっと違ったデザインになってしまいます。以上、今日はですね、トップガンの G1 を中心に紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。